久保さん、まあ、ちょっとマックスで結構ねやってるんでねパソコンが火吹き始めたかもしれないですねファンが <laughs> まあ久保さんの言う通り持ちつ持たれつですね <laughs> 売ってあげる買ってあげる <laughs> 使わせてあげるっていうねもう存分に使わ,使わせていただいております もう、久保て、だからね、久保さんがね、10月11日誕生日の、かまして、ちょっと、なんか、ちょっと売り上げキャンペーン、ちょっと、久保哲郎ボックス作って売ったろうかなっていう、ちょっとね、今思ってます。ちょっと、久保哲郎ボックスいいんじゃないかな、みたいな。すいません、使わせていただきます。久保哲郎ボックス。久保哲郎ボックス、ドストレートで良くないですかこの前、ミリオンマインドボックスって言ったんですけど、久保哲郎ボックスみたい。 久保鉄郎コンプリートボックスにしようかな。あ、久保鉄郎コンプリートボックスにしようかな。<laughs> 使わせていただきます。はい。で、まあ今回はテーマとしては、あのー、なんだっけ久保鉄郎コンプリートボックス忘れちゃいましたね。なんだっけな。なんか言おうとしてたんですけど、うん、なんだっけな。まあちょっと忘れましたけど、うん、なんだっけな。大、体テーマがこのままだ。このまま。あちょっと忘れましたね、久保さん。 さっきまで覚えてたんですけど、久保哲郎ロコンプリートボックスいいなと思ったら、つつ忘れちゃいましたね。なんやな。うん、こ,のままこのままで、このままで。なんかひらめいたのがあったんですけどね。言おうと思ってたのが。先に言えばよかったな。 ま、ちょっとあの、数分何もないかもしれないんで <laughs>。あの、カップ焼きそば食べてないですけど。カップ焼きそば食べてないですけど、何もないですね。なんだっけな、思い出しそうで思い出せないですね。年取ったな。ああ、これちょっと悔しいですね。結構いい話できそうな感じがしたんですけど、ね、テーマが。なんか悔しいな、それ。何やったっけな。 まあすみません。じゃ直近の話しましょう。直近の話ね。<laughs> まあ、久保さんが、その、噂される人間にならないといけないよ、みたいな話をしてたんですけど、まあ、さっきね、僕は、LINE アットに登録してくれてる人が、経由が分かりまして、アクセス経由が。なんか僕の塾生さんの俊英くんっていう子がいるんですけど、その俊英くんに会って、俊英くんが、あの、吉谷さんってめっちゃおもろいよ、みたいに言ってくれたみたいで、で、昨日から僕の動画を見てて、今日 LINE に登録してくれたんですよ。まあ、完全に噂されてるなっていう。 それで終了ですね <laughs> あ、これちょっと持たないな。いやー、ちょっと今回閉まったな。久保哲郎ボックスで忘れちゃったな。あ、そう、内側から出てくるやつですよね。テーマで。そう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 。嘘そ,そ,そうそう。ちょっと、ちょっと、ちょっと来ました。内側から出てくるやつそう。そう。その、久保さんが言ってた、その、外的な、外的な要因。外的な要因。 分かった。思い出した。テーマ、久保さんすみません。あの、3分で思い出しました。テーマ。借金を楽しむ力量です。そう。借金を楽しむ力量。ちょっと書いといていいですか。借金を楽しむ力量ですね。これです。これ、これ、これ、これ。これです。言いたかったのは。借金を楽しむ力量。これだ。これです。来た。僕、久保さん、実はですね、あの、あの、なんだ。 また僕借金しまして、450万ぐらい、あの, <laughs> あの、ローン組んだんですね。ローン。もう久保さんあんま好きじゃないローンを組みまして、7年払いですね。金利2.9%の7年払いの月、毎月5万ぐらいですね。はい、で450、4 5五十四0 400何万だったかな、はい。組みました。で、ここで言いたいのが、 要は、僕がなんでそのローンで、まあ、ちょっと余談なんですけど、いきなり余談入るんですけど、今、ローン通りやすいですね。いや、通るんだ、みたいな。通るんだ、みたいな。で、最初僕ね、あれなんですよ、久保さん。あの、一応僕、去年会社を作った時に、まあ、税理士さんとお話しして、最初、その、あの、取締役の給料って決めるじゃないですか。 でどれ、どれぐらいがいいですかみたいな感じで話してて、まあこの人はこんぐらいですよ、みたいな。ああ、じゃあ、じゃあそれで、みたいな。で、僕一応今決めてるのが、30なんですよ。三十。で、年間で、まあ手取りで言うと300万ぐらいじゃないですか、約。っていうふうに決めてるんですよ、給料を。最初に多分決めないといけないと思うんですけど、会社作ったら。あの、社長の取り分みたいな。で、一応、1期目なんで、 あの様子見て、じゃあそれでいいっすってって、あの、高くせず。で、まあまあまあ、まあ、それで決めてるので、そのローン通すときに、あの、300万で <laughs>、あの、ね、300万で申請したんですよ。そしたら、あの、営業の方がですね、いや、ちょっと300じゃちょっと <laughs>。 通りづらいと思いますんで、ちょっとあの、420ぐらいでどうですかみたいな。まあ、収入上げられると思うんで、みたいな。あじゃあ、それでみたいな。通りましたね。<laughs> 適当みたいな。なんやそれみたいな。適当やな、みたいな。<laughs> じゃあびっくりしましたね。めっちゃびっくりした。まあまあ、今、あのー、金回さないといけないですからね。だから、多分今、審査緩いと思いますよ。緩いなと思いましたね。 シュルガバガバやな、みたいな。<laughs> まあまあまあ。で、で、まあ僕400何万ぐらい7年で月5万なんですけど、これね、あの、月5万を支払える力量がない人がこれやっちゃうとはやばいんですよ。<laughs> きついんですよ。だ逆に言うと、その力量があれば、その借金がも、あの、なんだ、逆にモチベーションになるというか、僕の場合は。 僕って内側から出る部分はもちろんあるんですけど、内側の火を燃やす動機が結構必要なんですよ。僕の場合って。その頑張る理由っすよね。その、炎は燃やせるものは、内、ちからはあるんだけども、なんかその動機が必要なんですよ。動機が。まあその頑張る理由っすよね。仕事頑張る理由っすよ。そう。で、特に今なんかは、 あの商品をこう30歳は僕商品を毎回ガンガン売ってこうって決めてるのでこの商品をガンガン売っていくってなると稼ぐなんか動機というかモチベーションというかなんかちょっと必要なその着火剤みたいなね着火剤着火剤パンでやればもう勝手に燃えるんですようんでもその着火剤はちょっと欲しいっていうなんであの僕の場合は率先して率先してというか力量の範囲ですよ 力量の範囲で、いや、俺ちょ、考えるわけですよ。いや、俺、5万も毎月売り上げ上げられなかったら、で、プラス5万も売り上げ上げられなかったら、これ、そもそもビジネスできねえよなと。でも、これが、毎月100万とかだったら、ちょっときついですけど、自分をかなり苦しめるんですけど、プラス5万だったら、もうちょっと頑張ったらいけるし、てか、この5万も稼げないんだったら、もうビジネスできないな、失格だなと思って。で、僕はまあ、契約したわけなんですけど。 なんだろうなあのー、まあ、が、外的な、あのー、要因でモチベ、外的な要因だ。例えば自己啓発セミナーに行ってモチベーション上がるけど帰ってきたら落ちるみたいな人多いと思うんですけど、なんか、火種はあった方がいいと思うんですね。火種は。火種はね。 だから、久保さんの場合はもう、左立なくても、自分の多分、久保の隠居レベルになるとですね、隠居レベルになると、ちょっと僕、久保さんはもっと上の行ってるんで、ね、久保さんはもう、なんか、もう動画はナチュラルなんですよ。要は、何も商品売らなくてもですよ。久保さんの場合は何も商品売らなくても、 あのもう金利だったりとかいろいろなもうお金が回ってくるので別にもうまあ安泰ではないけどまあまあ普通に暮らせるわけですよで僕の場合は商品を売らなかったらもう絶対飯食えないですよだからあのビジネスで売り上げを上げるためにやるっていうのもあるんですよねじゃあこれこれ100%自分で燃やして内側からっていうのは 結構ね、しんどかったりする部分もあるんですよね。燃やせるけども。だから、その着火剤は時に必要だなっていうところで、僕の場合は着火剤と,と入れますね。たまに。うん。だから、その去年も、パソコン60万か、パソコン60万か50万かで買いましたけど、これローンで買いましたけど、これも自分の着火剤火つけるためにあの買いましたね。だこれも月々2万ぐらいなんですよ。 2年でまあこれは金利ゼロなんで、あの金利全くかかんないんですけど、あの2万なんですよね。2, ちょっ2万かと。2万の売り上げ作れないわけないよなと。ていうか2万ぐらい頑張ろうぜ俺みたいな。<laughs> 2万つうと、2万円の商品一人に売ればもう2万だなと。これぐらいやろうぜっていう、自分にこう、なんか戒めるというか。 だってそうじゃないですか。五万円、毎月5万円に関しても、じゃあ5万円の商品、毎月1人に売れば、もう終了なわけじゃないですか。じゃあそれぐらい頑張ろうぜっていう感じですよね。ただし、でも、それを売り上げ作れない段階でね、売り上げを作れない状態では、あの無理にやると破産するので、おすすめしないですよね。OK ですかでもね、これもね、まあちょっと久保さんからアンサーあると思うんですけども、久保さんは力量が全くなかったです。 当時、力量もネットの右も左もわかんない。で、力量もない。お金もない。だけど、クレジットカード2枚ですね。クレジットカード2枚枠を使って、高額な塾に入ったんですよ。ね。で、そっから、こう、実際に実践してて、3年後1億なんですけど、だから、力量がなかったとしても、やっぱり火種は必要なのかなとは思うんですよね。久保さん、どうですか <laughs> 火種は <laughs>。でも、力量があった方がいいですね。 うん、その破産する可能性はあるんで、リスクはあるんで。ただし、火種はあった方がいいのかなっていう。うーん。だから、久保さんがあのね、これでダメだったら、訴えてやるみたいなね。もう、最後の最後の爆打みたいな。あの、クレジットカード二枚枠で行くみたいなね。でも、力量はなかったですよね、あの時。ネットビジネスは右も左もわかんなかったわけですから。だから、火種って多分必要だと思うんですよね。うーん。 だから自分でそのバーってやって火起こしできる人もいる。まあ、久保さんは今ね、自分でバーって火を起こせると思うんですけど、別にこれやんなくても着火剤というかね、ライターでピッてやれば火燃えるじゃないですか。で、あとはその燃えるのをやっぱ維持できるかどうかっていうのは結構その後のすげえ大事なところなんですけど、うこれ、これはね、維持、火を維持していくのはやっぱ内側からこの、それをなんか、 燃やすななんかがないでもこれ分かんないですねこれこと。言語化ちょっと難しいですね。うん。だから、ライターで火を燃やして、その後はブワーっても自分で燃え,燃え続けられるっていう、なんだろうな。これは何なんですかね。これはほんと、ね、小野さんの言うとおり分かんないですね。うん。これは言語化できないです。パワーとかエネルギーのなんか、なんかそんな感じの言葉になっちゃうんで。うん。ですかね。 ま、言葉言語化で言うならば、言語化で言うならば、無我夢中、もしくはのめり込むって感じですね。没頭、のめり込む、熱中、熱狂。多分こういう言語になってくると思います。多分、熱中、熱中って感じだと、燃やすみたいな感じだね。熱中。その、燃や、熱中する、ね、熱中する。だから僕はボット、没頭、没頭、没頭する、没頭、あ、没頭は頭か。 熱中ですかね燃やすっていう言葉で紐付けるんだったら多分熱中する一つに熱中するっていうだから動画を撮影するみたいなところに熱中していく燃やしていくっていうなんかそういう形になるのかなと、ね、熱中すればするほど熱量が上がっていくって感じですねもう一度言います熱中すればするほど内側から熱量がどん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 上がってくる熱中すればするほどねだからその例えばそのテレビゲームもね熱中すればするほどそこのゲームに対しての あの重いっていうのは強くなると思うんですよでもそれが適当にやってるなんかなんか友達から借りてきて適当にゲームやってるんだったらあれですけど自分で金か自分で「あドラクエ販売日だよっしゃ買うぞ」っつって買ってよっしゃーっつって熱中すればするほど早くクリアしようとかねもっと強くなろうみたいになるだろうと思うし多分多分熱中すれば熱中するほど熱量が上がるのかなというところでございますねだから僕ももう熱中してますもん もうどん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 上がっていくわけですよ熱量が、うん、あまあまあ言葉にすると熱,熱中っすかねうんはいということでちょっと長くなりましたけどいってらっしゃい